ニュートラ、1970年代中頃から1980年代中頃にかけて日本で流行したファッションスタイルである。現在に至るブランドブームの近現とされる。1970年代に兵庫県神戸市の服飾メーカーが製造していた若い女性向けのファッションをファッション誌、アンアンがニュートラと総称したことが語源とされる。 1975年頃よりファッション誌、JJ やキャンキャンなどが頻繁に取り上げて一大ファッションブームとなった。エルメスやジバンシー、フェンディグッチ、セリーヌ、エミリオ・プッチ、イブ・サン・ローランをはじめとする外国の高級ブランドユーザーの大衆化やセレクトショップのブーム、ファッション誌によるファッションモデル大量起用など、その後の日本のファッションに多大な影響を及ぼした。 トラディショナルスタイルを基本として、それに、日本国外の有名ブランドの商品をコーディネートする、スタイルが主流。ブレザーや、ワンピース、カーディガンなどの定番アイテムに、グッチやフェンディ、セリーヌ、エルメスなどの海外有名ブランド小物を合わせるという、もの。また、派手な色使いのシャツにセミタイトのスカート、ゴールドのバックルに、高級ブランドの小物を合わせるスタイルなどもある。 よく言えば、お嬢様風、大企業の社長室秘書風、悪く言えば、成金趣味のスタイルであるとも描写される。特に重視されたのが、ルイ・ヴィトン、セリーヌ、フェンディなどヨーロッパの高級ブランドのバッグであるが、この際には一目見て、どこのブランドか判別できることが重視された。三田村、63ページ。三田村、65ページ。ありがとうございます。